次に本村信子君、はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。非正規滞在になってしまっているあの子どもたちの人権保障について質問させていただきたいと思います。日本は1994年に子どもの権利条約を批准し、今年は30年の年にあたります。世界の中で158番目に批准をすると大変出遅れたあのスタートでございました。その子どもの権利条約の要である4つの原則、大臣にも改めて、ご認識を深めていただきたいということで、述べさせていただきますけれども、あの1つ目は差別の禁止、差別のないこと、すべての子どもは子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障害、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されますということが、子どもの権利の趣旨でございます。子どもの最善の利益、2つ目です。子どもにとって最も良いこと、子どもに関することが決められ、行われるときは、その子どもにとって最も良いことは何かを第一に考えます。これが2つ目です。そして3つ目、生命、生存及び発達に対する権利、命を守られ成長できること、すべての子どもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。そして4つ目、子どもの意見の尊重、意見を表明し参加できること。子どもは自分に関係ある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮しますということが、子どもの権利条約の大切なこの4つの原則です。で、まず大臣にちょっと通告はしていないんですけれども、お聞きをしたいんですけれども、この人権擁護を大臣は所管をしております、人権擁護局も持っておりますので、人権擁護を所管をする法務大臣も、この子どもの権利条約の4つの原則を大切に思っていただいているということで良いですねということと、仮放免を含め、非正規滞在になっている子どもたちも、この子どもの権利条約の権利の主体であるという、その子どもの中に入っているというご認識でよろしいですねということを確認をさせていただきたいと思います。小泉法務大臣。この4原則を含め、その趣旨全体について、非常に重要な価値であるというふうに心得ております。そして、その子どもという対象者の子どもという中には、今おっしゃったような非正規の形で、在留する子どもたち、これも当然含まれていると認識しております。本村君。資料でお示しをしておりますが、先ほど蒲田議員からも、ホームページに載っていないという問題はございますけれども、資料として出させていただきました。斉藤大臣の時代にですね、強制送還の対象となっている日本で生まれて在学中の子どもたちに在留特別許可を出す、対応の方針が決定をされました。で、在留特別許可が出た子もすでにおりますけれども、そうではない子もおられます。同じ地域で住んでいるのに子どもたちが傷ついているということを、深く私たちは考えなければならないというふうに思っております。小さい時に来て日本で育った子どもたちは対象外です。日本生まれでなければ対象外です。そして強制送還の対象となっていない、先ほども蒲田議員が言われましたけれども、強制送還の対象となっていない仮放免などの非正規滞在となっている子どもたちも対象外と、この、斉藤大臣の措置はなっております。で、まだ、認められていない子どもさんの中には、高額な手術が必要な子どもさんなど、病気を抱えた子どもさんもいらっしゃいます。仮放免の子は国民健康保険などに入ることはできません。通常高額にならない、通常の医療でもですね、仮放免の方は高額になります。で、インフルエンザにかかった仮放免のお子さんの事例について申し上げたいと思います。
これは小泉大臣、そして牧原筆頭理事のお地元でございます埼玉の子どもさんの事例です。東京新聞5月7日の記事です。埼玉県の少女15歳が今年の2月下旬38度を超える熱を出したと。市販薬を服用したが痙攣を起こして気絶、救急車で医療センターに搬送された。インフルエンザと診断されて1日入院し、点滴などを受けて退院したが、請求された診療費は24万円。家族とともに仮放免中の少女は国民健康保険に加入していなかった。保険適用後の医療費の負担は原則3割だが、同病院では無保険者に全額自己負担の 1.5 倍を課すのがルールだったということで、24万円の請求をされております。で、前から厚生労働省に、せめて医療費、医療の医療を子どもたちに提供をということで救済を求めておりますけれども、厚生労働省は在留特別許可が必要なのだということを言うわけです。で、この今お示しした埼玉の15歳の女性の方の例では命が助かった例なんですけれども、こうした重い医療費では病院に行くことができないケースが多々あることが分かっていただけるというふうに思います。で、この15歳の子どもさんは、その子にとってはものすごく巨額の医療費、24万円の借金を返すためにアルバイトをしたいと言っているそうです。でも仮放免の子は非正規滞在になってしまったこういう子は働くことはできないわけです。で、こういう現状は先ほど大臣と共有をいたしました子どもの権利条約の4原則、差別の禁止や生命、生存、発達に対する権利、子どもの命が守られ成長できること、このことが保障されていないというふうに考えます。こういうお地元で起こった事例でございます。これはあまりにも子どもたちにとってむごいことをやっているというふうに思います。日本語で育ってきた子どもたち、そしてその家族を強制送還するということは、私は人道に反しているというふうに考えます。なんとか子どもたちを救っていただきたいというふうに思います。高額な手術が必要な子どもさんは真っ先に今すぐ職権で在留特別許可を出していただきたいというふうに思いますし、子どもたちを線引きせず、非正規滞在の子どもたちに在留特別許可を出すべきだというふうに考えますけれども、大臣、伺いたいと思います。小泉法務大臣。斉藤大臣がご提案されました子どもの在留特別許可、これはその大元の考えをたどっていくと、結局、法務大臣が持っている裁量権、人道上の配慮、本当の個別の案件を見た上での人道上の配慮から特別に在留を許可する権限、それに延言があるわけですね。ただそれをグループとしてくくり、優先度の高い要素を持つ子どもたちであるという認定をして、そして大勢の子どもたちを迅速に在留特別許可に導こうという行政的なイニシアティブであります。で、しかしそこに乗らなかった、そのグループに入れなかった方々が在留特別許可の道をそこの時点で失ったかというと、そういうことではないと思います。個々の事情をしっかりと我々は把握をさせていただき、また申請主義というものが創設されます。改正入管法によって在留特別許可の申請というものが可能になります。また先ほども鎌田議員の時ご説明しましたけれども、本年3月
在留特別許可のガイドラインの改定を行いました。考慮事項の評価に関する考え方を明確にいたしました。その中で家族とともに生活するという子どもの利益の保護の必要性を積極要素として考慮するということを明示いたしました。こういったものを踏まえて、在留特別許可の申請をいただいた場合には、もちろん職権という道もあるわけでございますけれども、個々の事情に照らし、個々の人道の本来のあり方に照らし、必要な在留特別許可というものは出していこうというふうに考えています。本村君。ぜひ子どもの権利条約の4つの原則の、この原点に立って人道的な対応をしていただきたいというふうに思っております。で、ある小学ある、非正規滞在の子どもさんはこういうふうな、手記を寄せております。私は小学校6年生の時に自分の生活だけ学校の友達と違うことに気づきました。みんなは風邪をひいたらすぐ病院に行くけれど、私たちは行くことができない。夏休みや冬休みに友達は海外に旅行するけど、私たちはビザ、在留許可証がないから行けない。私も友達みたいに自由が欲しいし、飛行機に乗れる権利も欲しいです。この夢が現実になるのを願っていますというふうに語っておられます。私がお話をお伺いした方は、保育士になりたいというふうにおっしゃった子もいらっしゃいますし、医者になりたいという子もいます。それぞれの可能性が花開くように、日本で住むすべての子どもが、その努力に、応じてしっかりと報われるようにしていただきたいということを強く求めたいと思います。先ほども前向きなご答弁いただきましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に6月10日ですね、解約入管法の施行ということに、なっておりますけれども、難民認定の、仕組みもですね、国連の難民高等弁務官から大臣直接厳しすぎるんだというふうに言われているのに、改善もしておりません。にもかかわらず強制送還の危機があるわけです。命と尊厳の危機がある人を強制送還しては絶対にいけないということも強くこの場で強調させていただきたいというふうに思っております。続きまして、イスラエルによるガザ攻撃についてお伺いをしたいというふうに思っております。私3月にですね、超党派の議員の皆さんと一緒に国連パレスチナ難民救済事業機関アンルアの事務局長にお会いをいたしました。で、その時にラザニーに事務局長がこういうふうにおっしゃっておりました。日本政府に対してイスラエルによるガザ攻撃を止めるため国際社会に積極的に停戦実施を呼びかけてほしいというふうにおっしゃっておりました。ガザの状況は今までに見たことのない危機で、10月から3月の5ヶ月にガザで死亡した子どもの数は2019年から2022年に起こった全世界の紛争の死者数を上回るなど、死者数、子どもの死者数、ジャーナリストの死者数、国連職員の死者数も今までにない人道危機だというふうに強調をされておりました。そしてイスラエルの包囲による人間が作り出した飢餓がまさに目の前にあると、市民は爆撃に遭うか飢えるかのどちらかで死ぬという状況にあるという非常事態を訴えておられました。で、そこでお伺いしますけれども、イスラエルは自衛権ということで言っているわけですけれども、2月14日の参議院外交安全保障に関する調査会で名古屋大学の松井芳郎名誉教授がこういうふうに自衛権についておっしゃっておりました。自衛権には必要性と均衡性の要件もございまして、従いまして自衛のためであれば何でもできるということにはならない。自衛のために必要最小限のこと、相手の行動と均衡の取れた反応だけできるのだという要件に照らしても全くイスラエルの行動は自衛権では正当化できないというふうに述べておられました。日本政府の認識はこの松井名誉教授と同じ認識か、また別の認識であればその認識についてお伺いをしたいと思います。辻外務副大臣。
ご質問ありがとうございます。我が国としてですね、イスラエルはハマスの攻撃を受けて国際法に基づいて自国及び自国民を守る権利を有すると認識していますが、同時に全ての行動は国際法に基づいて行わなければなりません。いかなる場合においても国際人道法の基本的な規範は守らなければならないと考えていまして、必要性と均衡性の要件は満たさなければならないと考えていまして、我が国としてイスラエルの行動が国際法と完全に成功できているとの法的評価を行っているわけではございませんが、現在委員ご指摘のように民間人の犠牲者数はますます増加している中で、軍事行動が全体として国際法上正当化されるかどうかについても当事者による一層の説明が求められるような状況となってきていることは確かでございますので、引き続き日本政府としてはそういった部分で国際社会の中で連携を取っていきたい次第でございます。本村君、改めて確認をさせていただきますけれども、10月7日以降イスラエル軍がパレスチナのガザ地区に対して行った攻撃は自衛権で正当化できると考えているんですか。辻外務副大臣。我が国としてはですね、イスラエルはハマスの攻撃を受けて国際法に基づいて自国民を守る権利を有すると認識している一方で、今次事案の個別具体的な事情や関連の情報については事実関係を十分に把握することが現状困難であることから、確定的な法的評価を行うことは差し控えますが、我が国としてこれはイスラエルの行動が国際法と完全に整合的であるとの法的評価を行っているわけではございません。本村君。国連国際司法裁判所、これがガザへの攻撃に関して停止をする暫定命令を出しました。そして国際司法裁判所も逮捕状を請求をしているという状況がございます。それでも自衛権で正当化できることではないのだということを言えないわけですか。辻外務副大臣。我が国としてはですね、人質の解放が実現するよう、そして人道支援活動が可能な環境が確保されるよう即時の停戦を求めています。そして、5月27日にも上川外務大臣がかつイスラエル外相と電話会談を行い、こうした日本の立場を伝えています。で、特にですね、人道支援活動が阻害されることのないよう大臣からは改めて求めたと同時に、国際司法裁判所委員ご指摘の ICJ の暫定措置命令は当事国を法的に拘束するものであり誠実に履行されるべきものであるという旨述べさせていただきました。今後とも人道状況の改善に向けて引き続き粘り強く積極的に外交努力を行っていきたい次第でございます。本村君。今のこれまでのですね、延長線上の取り組みではいけないというふうに思うんです。で、例えばイスラエルによる無差別殺戮に関して本気になってこれが問題であると、子どもたちがこれほど異常に殺されていることは問題であるというふうに本気で思っているのであれば、イスラエルと経済連携協定 EPA これを結ぶということにはならないというふうに思いますし、そのための共同研究、これももうやめるという決断をするべきだというふうに思うんですけれども、その点いかがでしょうか。辻外務副大臣。今般の事案に関しまして繰り返しになりますが、現在の情勢に関し我が国としてはイスラエル側の人質の解放が実現するよう、そして人道支援活動が可能な環境が確保されるように即時に停戦を求めてまいっております。そしてそれに対してはしっかりと国際社会、特に国連、また ICJ のさまざまな命令や行為に対して、これは当事国を法的に拘束するものであるから誠実に履行されるべきものであるという旨、我々からは積極的に展開をしておりますので、今後も粘り強くそういった外交努力を続けていきたいと思っております。本村君。
イスラエルとの EPA、そのための共同研究、これはやめるべきだというふうに思います。最後に、別の問題で質問させていただきたいと思います。日本に来て難民認定申請者の方がホームレスになっている事例がございます。で、以前質問させていただいて、エスフラに緊急宿泊施設に入ったわけですけれども、日本に来て即座にホームレスになることがないように、ぜひこの保護のための予算を抜本的に増やしていただきたいと思いますし、次の住宅が見つかるまでホームレスにならないように手厚い支援が必要だというふうに考えますけれども、最後に副大臣お願いしたいと思います。辻井外務副大臣。難民認定申請者に対する保護については、これはですね、もう国際的に各国にも道義的責任がある重要な業務であると認識しています。この認識のもと、難民認定申請者のうち当面の住居を自力で確保できないものに対しては、外務省として事業の委託先である、アジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆる RHQ を通じて緊急性と必要性などを総合的に判断した上で、このエスフラ難民認定申請者の緊急宿泊施設を提供しています。その上でエスフラに入居する者に対して委託先の RHQ は転居先の家探しを支援するなど、さまざまな支援を行っていますので、いずれにしましても今後も適正な保護が実施できるよう不断の検討を続けてまいりたいと思います。本村君。ぜひ難民認定申請者の人権を守る立場で手厚くやっていただきたいということを重ねて申し上げ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。